メリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和6年6月30日、場所は大阪 MK タクシーフィールドにて、2024 X リーグ交流戦、リードエフォートテールズ対三重ファイヤーバードの一戦が間もなく行われようとしています。試合開始15時キックオフ予定となっております。両チームその試合に先立ちまして、フィールド内でウォームアップを終え、その試合開始に余念なくその準備に勤しんでおります。両チームのご紹介をさせていただきます。まずフィード上で現在最終調整を行っておりますのが、バックスタンド側に陣取って この試合は挑む形になります。三重ファイヤーバードです。もともとは日大出身の関係者が三重県に赴任した際に、三重県にフットボールが未開ということもありまして、チームを立ち上げ40年の歳月が経ったそうです。三重県内のフットボールチーム総部にも貢献してまいりました。現在は全国で大学のアメリカンフットボールの経験者を募り、メンバーを募集したり、あるいはその底辺の拡大を考えまして、未経験の選手たちにアメリカンフットボールを教えながら、チームの存続に現在も腐心しております。メンバーと楽しい時間を共有し、大好きなフットボールを勤しみ、楽しく元気で、練習し試合をするのをモットーとしている三重ファイヤーバードのご紹介をさせていただきました。そしてそれに対する形で、本日はホームチーム、ホストチームという形でホームスタンド側に陣取っておりますのがリードエフォートエールズになります。こちらは総面数それほどなく、非常に比較的若い、しかも若々しいチームになっております。リードエフォートという会社を立ち上げる際に、そのチームスポーツとして立ち上がり、現在はエールズそのものがアメリカンフットボールのチームとして活動をしております。エールズという名前に現れますように、多くの方々に応援し、そして応援されるチームになることをチームのポリシーとして現在も活動をしております。その勢いに乗りまして、昨シーズンは一気に X2 昇格を果たしました。今季総合初の X2 として今季参戦する形になっております。そのチームの躍進を遂げようとする、その景気づけも兼ねまして交流戦に参戦してまいりました。さあ果たして覇気を鑑みまして、どのような戦いを見せてくれるか、非常に注目すべきチームリードエフォートエールズとなっております。この両雄が本日6月最終日のその最後の試合を飾る形で、このエキスポで戦う形になります。最終調整を行っているところですが、まもなく審判団がフィールドの中に入りまして、試合開始の時を告げる形になります。
スの MK タクシーフィールド、非常に天候が荒れておりますが、現在雨足に関してはさほどまだ強くなっていないという感があります。しかし曇天、その色が濃くなってまいりましたので、ここからの天候は非常に不安定になってくることが考えられます。配信に関してですが、雨の対応はなるだけしておりますが、その点をご了承いただきながら配信をご覧いただければ幸いに思います。ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。さあ、審判団両チーム首脳陣間の切れまして、これよりポイントストーンになります。令和6年6月30日場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、 2024X リーグ交流戦リードエフォートエールズ対三重ファイヤーバドニス戦がこれより行われます。試合開始17時キックオフ予定です。これより試合開始に先立ちまして、両チームによりますポイントスが行われます。手前側に陣取りますのがホームチームのホームカラーネイビーをまとっていますリードエフォートエールズ、奥側に陣取りますのが三重ファイヤーバードです。三重ファイヤーバードキックオフ、リードエフォートエールズリターンで試合が始まります。さあ、これより試合開始の時を告げます。チームフィールドに散りまして、これより試合開始のキックオフです。まずは三重ファイヤーバードのキックオフで試合が始まる形になります。リードエフォートエールズはリターナーに17番と8番を配置いたしました。8番は渡辺、17番は福山です。これに対して、三重ファイヤーバードはキックオフキッカーは18番が務めます。失礼しました、16番の下手が務めます。失礼しました、キックオフをいたしますのは25番の鈴木です。さあ、エールズリターンに入った。17番左オープン展開を図りまして、自陣40ヤード付近確保し、この位置からリードエフォートエールズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。
ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずはリードエフォートエールズ、自陣39ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離は10ヤード。さあ、まず中央のランプレー、ナイスラン、ファーストラン。まずはランニングバックにボールを託しました。ランニングバック34番、一気に密集点突破しまして、攻撃権を1回で更新としました。リードエフォートエールズ、ファーストラン。最初のランプレー、見事に決めましたが、ランニングバック34番の八木でした。これによりリードエフォートエールズは相手陣47ヤードに入りましての攻撃になります。リードエフォートエールズファーストダウン10。さあ、今度は右奥へのラン、これも出ます。そのまま一気に独走、タッチダウン。ここでランプレー重ねました。今度は右オープンへのランプレーです。34番、今度もスピードになりまして右オープン一気に突き進み、そのままサイドライン際走り上がってエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。エールズランプレー、八木のランによって一気にタッチダウンを落とし入れまして先制点を挙げております。そしてタッチダウンのトランプレー、トライフォーポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、リードエフォートエールズ7点、三重ファイヤーバード0点。まずリードエフォートエールズが順調な乱攻撃によりまして先制となるタッチダウンを挙げて主導権を取っております。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。タッチダウン、得点パターンは大きく分けて2通りあります。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですとタッチダウン、フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。またタッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、そしてエンドゾーンにボールを持ち込むとさらに2点追加する形になります。これらの得点方法を重ねまして試合を決着する得点点取り合戦となっています。そして、先ほど得点を挙げたエールズのキックオフで試合再開です。さあ、三重リターンに入った、こちらもナイスリターン、リターンが81番。エールズのラッシュをかわして右オープンを展開しまして自陣32ヤード付近を確保し、この位置からの三重反撃を開始する形になります。早速チャット欄へのメッセージありがとうございます。小山さんは、いつもご覧いただきありがとうございます。エールズナイスタッチちゃん、本日の配信ありがとうございますのメッセージ、私も非常に励まされます。エールズ順調な攻撃を展開しております。またエールズは来週ソウルバイキングスとの国際交流戦インターナショナルマッチを控えております。その前哨戦としてもこの一戦勝利を飾りたいところであるでしょう。さあ、それに反撃を展開するのは三重ファイヤーバード、ファーストダウン10。まず外へのパスで状況打開を図りました。しかしこれはエールズ2番が対応しまして、ほとんどゲインなくプレーをとどめております。この辺りはエールズ2番見事な対応でした。エールズの2番は石井です。国際交流戦の話を続けさせていただきますと、リードエフォートエールズ、昨年もソウルバイキングスと一戦しまして、成長を遂げる形のきっかけとなりました。その一戦も来週7月7日、王子スタジアムで再び行います。こちらもまたご注目ください。さあ、三重、セカンドラウンド攻撃、ランプレーで突破を図ります。中央へのランプレー、キャリア25番に託しましたが、ゲインは1ヤードとなっています。一周点、相手ディフェンスの群がる中、しかし果敢に突進しましたのは25番の鈴木でした。このあたり三重も、なんとかこの状況を打開図らんと、あえて X2 昇格したエールズに果敢に挑んでまいっております。
三重ファイヤーバード3段ライン攻撃権更新必要距離9ヤードとなっています。さあクォーターバック9番下がりまして、そこからパスを投じようとしましたが、転じて走ろうとするその矢先にリードイフォートエールズ59番キューイサック、パスを投じる前に仕留める形でこのプレー終了といたしました。見事キュービーサック果たしましたがリードイフォートエールズ59番のマダでした。三重ファイヤーバードフォースダウン13、パントフォーメーションを選択します。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかし攻撃権は失います。さあどこまで返せるか、ここでビッグプレーセーフティー。ここでパンターボールを蹴らんとするところ、リードエフォートエルズ凄まじいラッシュでこのパントをブロック、大きく後方にそれましたボールをなんとかパンター抑えようとしましたが、結果的にエンドゾーンでそれを確保する形になりました。自陣エンドゾーンで倒された場合は自殺戦となりましてセーフティーとなります。この場合はリードエフォートエールズに2点が入りまして、結果的にリードエフォートエールズ9点、三重ファイヤーバード0点となっております。またセーフティーの場合は自殺戦という形になりますので、失点をした側のキックオフで試合が再開する形になります。その位置は自陣20ヤードから三重ファイヤーバードのキックオフで試合再開となります。結果エールズはさらに攻撃をする機会を得やすい状況になりました。さあ三重ファイヤーバードのキックオフで試合再開です。さあエールズ負担に入ります。さあまだ続いている、抜けていくか、ナイスリターン、これもいいリターンになりました。リターナー13番今度は左オープン展開、ブロッカーを従いまして大きく展開、相手陣25ヤード付近まで返すビッグリターンが来まして、この位置からリードエフォートエールズの攻撃になります。このあたりキッキングにもその強さ著しいものを感じます。リターナーは17番の福山でした。リードエフォートエールズ相手陣25ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、クォーターバック4番パスを投じようと触りましたが、ディフェンスのカバーそしてラッシュ力迂回しながらスクランブルに転じました。しかしその走力素晴らしく右オープン展開しまして約8ヤードのゲインに変えております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。しかし見事な足を披露いたしましたのはリードフォートエールズクォーターバック4番の信弘です。彼の存在がエールズの大きな起点となっていると思われます。さあレフリータイムアウトときまして試合再開です。リードフォートエールズ相手陣18ヤードからセカンドダウン残り2ヤード、
ス不成功。クォーターバック4番、今度は中央からカムバックしてきました。17番にパスを投じましたが、しかしこのパスキャッチできず、サードダウンに変わります。リードフォートエルズ、サードダウン2。ここでランニングバックにトスしまして、右オープンへのランプレー、見事に攻撃権更新です。リードフォートエルズファースター。ここは好調なランニングバック34番ヤギの見脚でこの状況を打開しまして、攻撃権継続としております。リードフォートエルズ相手陣13ヤードに入りましてのファーストダウン10。不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。審判団からフィールド上に黄色いウエスが落とされますと、反則発生を意味します。その反則がどちらにありましたか、まもなく審判団からコールされます。ディフェンスのパスインターフェアの反則です。前パスが浮いている間に相手のレシーバーに接触妨害をしました。このパスは、この反則は双方にありますが、今回はディフェンスが犯した形になっています。エンドゾーンの中でしたので、ゴール前2ヤードという条件からのファーストダウン献上となります。従いましてリードフォートエールズ相手陣2ヤードからファーストダウン2ゴール、試合再開。中央へのランプレー、タッチダウン。ここでエールズはオプションプレーを選択しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、ここはクォーターバック自らがキープしまして、右オープンに走り込みました。これがエンドゾーン届きまして、タッチダウン。リードエフォートエールズタッチダウンで6点追加となっています。そしてタッチアウトの後のワンプレー、トライフォーポイントに入ります。このキックはフィールドゴールブロック、キックは弾かれまして失敗となりました。従いまして6点止まり、リードエフォートエルズ15点、三重ファイアワード0点となっております。ここは三重も素晴らしいキックブロックを見せました。しかしその点差は現在15点となっております。エールズが序盤から得点を重ねております。そのリードフォートエールズのキックオフで試合再開となります。このキックはエンドゾーンまで届きましてタッチバックとなりました。タッチバックとなった場合には攻撃権は相手チームに移り、相手チーム自陣25ヤードからの攻撃となります。従いまして三重の反撃地点は自陣25ヤードからとなります。さあタッチダウンを先行されている三重ですが、ここで取り返すことができるでしょうか。ボールオン自陣25ヤードから三重ファイヤーバードファーストダウン10。さあランプレーを投入しました。中央のランプレーで突破を図ります。キャリア25番、左オフタックルをつきましたが、ゲインは1ヤードとなっています。
25番は鈴木です。しかし果敢なランプレーを展開しようとしております。スピードに関しては見劣らない素晴らしいスピーディーな展開のプレーです。三重ファイヤーバードセカンドダウン内ボールオン自陣26ヤード成功。クォーターバック9番、左に展開したワイドレシーバー7番にパスを通しまして約4ヤードゲインに変えています。ディフェンス攻めの中見事にキャッチしましたが三重ファイヤーバード7番の白川でした。三重ファイヤーバードサーダウン6。だいぶフェイクオプションを展開しました。一旦ランニバックに持たせると見せかけ自らキープするかピッチするかの選択プレーでした。ここはキュービー自らがキープし突破を図りましたがしかしエールズ対応しましてフォースダウンに変わります。見えフォースダウン8パンプフォーメーションを取りました。さあ先ほどはこの乱れを突かれましたが今回はそれを見事成功させることができるでしょうか。さあエールズリターンに入る左サイドライン際をリターンしまして相手陣入ったところからの攻撃を確保しました。リードエフォートエールズ相手陣45ヤードから攻撃開始となります。リードエフォートエールズ相手陣45ヤードからファーストダウン10。クォーターバックランニングバックにハンドオフをする際にボールをロストしました。ファンブルしたボールをどちらが抑えても構いません。ここはなんとかしかしエールズ自らが抑えまして攻撃継続となっています。しかし3ヤードロスしセカンドダウンになります。エールズ相手陣48ヤードからセカンドダウン13。パス不成功。今度はパスによって状況打開を図りました。ターゲット7番へのパスでしたがしかしディフェンスカバーよくパス不成功。サードダウンに変わります。さあ相手陣48ヤードからエールズサードダウン13の状況に挑みます。突破を図りました。キャリア22番、ハンドオフから右奥に展開するもしかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。ここは三重もディフェンス陣踏ん張っております。エールズフォースダウン11パントフォーメーションを取りました。こちらもキックによって陣地挽回図ります。リターン完行しようとしましたがしかしタイミングずらされたか自陣6ヤード付近からの攻撃という形に変わります。攻守変わりまして今度は三重ファイヤーバードの攻撃と変わります。
逆に言いますとリターンがすぐにできないように絶妙のうちにパンターはボールを落としました。このあたり絶妙見事というパントでした。さあ三重自陣6ヤードの位置からですが攻撃に入ります。三重ファイヤーバードファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック9番中央に入り込んだ80番にパスを投じましたがディフェンスのカバーよくパス不成功になっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバードセカンドダウン10。ボールオン自陣6ヤード。ここでランニングワーク83番にトスしまして左オープンへのランプレーです。しかしこれはリードイフォート見事対応しましてむしろロスに変えています。3ヤード下げましてサードダウンに変わります。三重ファイヤーバードサードダウン13。ここでホイッスル。ここで第1クォーター終了となりました。第1クォーター終わりましてリードエフォードエールズ15点、三重ファイヤーバード0点。現在リードエフォードエールズが先制する形で試合が推移しております。これより攻守方向変わりまして第2クォーターに移ります。